ごきげんよう。白神家の霊嬢白神ふぶきでございます。そしてお隣にいるのが我が白神家のメイド。ほら自己紹介なさい。皆様ごきげんよう。荒神オーガです。あなたそんなだったかしら。お嬢様、はい、これは今配信されているのですよ。あまり走りすぎては白神家としてね、あまりよろしくないのではないかと。あら、そうかしら。配信ははしゃぐものと聞いたのだけれど、まあ多少はいいのではないのでしょうか。うん、しかしあなた大きすぎよ。うん、身長いくつあるんですか。これでも小さくなってる。あなた身長これでも小さくなってるんです。身長いくつ。198ぐらいあって、最大200メートルになります。でかいわよ。あんたも恐竜じゃないと草津の。私なんかも耳入れて160だから、本当の身長156ぐらいよ。お嬢様どこにいらっしゃるんですか。下にいるわよ。あんた失礼ね。下にいるわよ。まあ、ということでね、まあ、本日は、ね、初放送でよくわからないキャラ設定になってるのだけれど、あなた本当にメイドでよかったのかしら。ええ、大丈夫ですわ、お嬢様。いけますわよ。あ、ちょっと、ちゃんとあの、お姉っていうか、あの、女の、ね、お姉ではありません。ああ、そうでした。私、メイドでございます。あ、そうです、はい。そうです。性別メイドでしたわね。うん。ええ。はい、ということで本日初のね、私たち2人の放送なんですけれども、本日、はいはい、まさかのツボのおじさんをプレイするということで、まあ白神県には代で伝わっていますからね。あれはそうですね。いや本当はあのウサギやりたかったのだけれど、ウサギが逃げ出してしまって、着るウサギがないの。いやすいません、美味しかったです。あんたが食べたの。もうあれだけつまみ食いはダメって言ったじゃない。だってお腹が空いていたので。お腹が空いたならお菓子を食べなさいって言ってるでしょいつも。あ、ウサギだ、食べちゃおう、もぐもぐ。あ、もぐもぐ、あ、ウサギだ、お、食べちゃおう、美味しそう、もぐもぐ食べちゃおう、もぐもぐって感じでいなくなってしまいました。そうですね、はい、いなくなっちゃったので、今回はちょっとツボのおじさんを急遽2人ほどご用意しました。2人もツボのおじさんを。ええ、もちろん。え、あなたもやるのよ。ええ、あなたもプレイするのよ。私もプレイして、あなたもプレイするの。まあお嬢様がそういうのであれば、私は逆らう術を持ちませんので、ええ、よろしいでしょう。ちなみに私あのプレイ時間5分だけれど、あなたはどうなのかしら。お嬢様が壺をやりたいとおっしゃったので、私昨日の夜徹夜でずっとやっておりました。あんたね。私プレイ時間5分って言ってるのない。なんで私より先ものすごくプレイしてるの、あなたね。えちょっとお嬢様が危険な目に遭わないように下見をしていたんです。オーガ、その結果10時間ほどぶっ通しでプレイをしております。オーガ、あなたね、ちょっとまた何でしょう。あと主人よりめちゃめちゃプレイしてるじゃないの。あのそこに関してはやはりお嬢様を危険な目に遭わせるわけにはいかないと私責任感を持ちまして。勝負だって言ってるのに、あなたね本当。でもお嬢様、私ツボに触れたの昨日が初めてでして、ですので対等な条件ではあるかと。私これ買ったのいつだったかしら。忘れちゃったわ。そこから5分やって、お嬢さん放置してたのでちょっと、まあまあでも、ですのでお嬢様の方が、うん、まあ確かにあの壺のおじ様とのね、あの付き合いは長いということで、もう何も触れであれば信頼関係もね気づけていると思います。5分しか触れていないのだけれど、まあ確かに所持していた時間は私の方が長いわね。共に過ごした時間は全て思い出。さあやってみましょう。分かったわ。じゃあちょっと準備するからね、少しだけ、待っててちょうだい。はい、ということで、少し準備いたしましょう。はい、よいしょ。ではお嬢様、はい、この辺りでよろしいのでしょうか。あ、もう少し大きくなっても大丈夫だと思うけれども。もう少し、分かりました。では、大体2メートル半ぐらいになりますね。もうちょっと上半身下でいいわよ。また下でいい。もうちょっとお顔アップでお見せなさい。わかりました、お嬢様。そうおっしゃるのであれば、はい、このような感じでいかがでしょう。ああいいわね、いいわね。じゃあそれでいきましょう。わかりました。なら私はもう少しこちらに寄って、ちなみに今日の、放送のハッシュタグはフォックスデーモンよ。何も思いつかなかったからもう安直に英語にしたわ。いいと思います。はい、お嬢様のセンス私は好きですよ。ねえ、よし、ということで、はい、BGM も消したわ。もうここからもツボの音と私たちの会話しか聞こえないわよ。なんということでしょう。ということで、ではもうね、すでにねおじさん2体が準備されているの。
画面に。もう私はハンマーを振りかぶっておりまして。あんたちょっとずるいわよ、ずるいわよ。オーガちょっと私もじゃあ違います。お嬢様、はい、ええ、はい、何か振り方してよろしいですよ。お嬢様、これどう、これあお嬢様、あな、何よ、掲げただけじゃない。ええ、では勝負の合図をお嬢様。ちょっとお嬢様、まだ勝負は始まっておりませんよ。お嬢様、ごめんなさい、ごめんなさい、ちょっとあの勝手が分からなくて、このおじさんが暴れるの、おじさんが暴れる。お嬢様、そこは信頼するのです。そのおじさんに信頼を寄せるのです。おじさん、そうすればおじさんはきっとお嬢さんの声に応えてくれるでしょう。おじさん、ちょっと、はい、あ、ここね、ここで振りかざすのね。じゃ、こうね。いいですよ。こうね。お嬢さん。はい。じゃあ、はい、オーガじゃあ合図を。わかりました。ええ。では、いきますよ。ええ。つぼおじファイト、レディー、ゴー。よっしゃ、いくぞ、おらー。ふん。はぁー。どこだ、こりゃー。お嬢さんは絶対負けませんよ。普段の恨みを。普段の恨みをここで返す。別に何もしてないで。あ、痛い、待って待って、これどうやるの、本当に。本当にどうやるの、どうやるの、どうやるの。待って待って待って、どうやるのこれ。慌てることはないのです、お嬢様。このゲームは慌ててしまったら負けです。分かっていますか。これ慌てるじゃない、これ慌てる、こうマウスを あまり乱暴に動かしてはなりません。こうね、こゆっくりと。よいしょ、あ、よいしょ。ゆっくりと動かすのです。ゆっくり、ゆっくり。そう。わ、大丈夫ですよ、お嬢様。どういくのかしら、これ。どういくのかしら、これ。待って、こう、引っかく。まずハンマーの先っぽをうまく使ってください。先、うん、あのハンマーの先っぽはそう引っ掛けることもできますし、はい、割とこの体を支えてくれます。支えてくれるのね。それを使ってください。はい、あとは自分のその間合いを、ハンマーと自分の間合いを調べることです。ちょっとわかんないわ、これ お嬢様。そう、お嬢様頑張ってください。そうです、そうです、ね、そうです。ゆっくり動かして引っ掛けて動かす、これが基本です。ねえ、ねえ、オーガ、これ引っ掛かるの、引っ掛かるんですけども。引っ掛かります。引っ掛かります、お嬢様。行きます。一旦その木の端っこがあるじゃないですか。あの木の先っぽに、そこではないです。そっちではないです。あのお嬢様のそう体の手前のその木のそうその先っぽにそう。その優しく添えるのね。そう、優しく、あ、はい、ハンマーの先っぽです。本当に石、あ、そう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 、うまいですよ、お嬢様。やりますね。やったわ、やったわ、これいけるんじゃないかしら、もう。これどこどこ、これなこれ。お嬢様行きますよ。いけるわね、これ。もうクリアしても当然です。あ、もういける、あ、いけるわ、いけるわ、これもう楽勝じゃない。いけるわ、あ、いい、はい、何かしら。いい感じです、お嬢様。次はこの家を越えるのが少し大変でございます。家ね、ここにね、家ね、ハウスが、まあ、お嬢様の家からしたらこの犬小屋のような、まさに犬小屋で、これね、貧相な、はい、そう貧相な家がありますが、そこを越えるのがまず大変でございます。そうね、トイレより小さい。初心者はそう、お嬢様、何かしら落ち着いてください。落ち着いて、とてもいたって。そこから先は私、あの、そう、私、あのそこから先は感覚で動かしてますので、もうアドバイスはできません。分かったわ、分かった。感覚。そう、感覚です。感覚を信じればいいのね。はい。ちなみに私、あの13時間よって最終的な地点は今お嬢様がいるところでした。あ、でも、あ、来た、超えれたわ、超えれた。このゲーム、あのすぐにスタートに戻ってしまうんです。あ、そうなの？あ、そういえばなんか数々の私のお仲間もスタートに戻っていったわ。見てらっしゃいましたか、お嬢様。そうね。な、今朝方もあなたのお知り合いがやってらっしゃったみたいだけど、ども。よいしょ。私のあの知り合いの、あの月下薫というものがやっておりました。そうね。今現時点で私がいるあたりぐらいまでしか行きませんでした。なんですって。1時間半になって。なので私はそこを超えて見せます。我が同期が行ったところをさらに、超えて、私も超えたい。お嬢様の画面を見ることはできません。いいわよ、私、あのこの辺が、よいしょ、大丈夫ですか。いいね、宣伝なさい、宣伝なさい、ゆっくり、ほい、よいしょ、あ、まずい、よいしょ、まずいですよ。トントン、いきます。トントン、おい、おら、もう余裕がないので、あ、お、いいですか、いい感じですか。言ってませんね。いや、全然言ってないわ。今の落ちたのよ。あ、ダメだ。すいません。待て。お嬢様の画面も見ながらだと、私死んでしまいますわ。私、あなたの画面なんて一切見てないわよ。いいと思いますよ、お嬢様。ちらっと見てるけど、あんたそこどこをね、待って、置いて
ちょうだい、ちょっと。大丈夫です、お嬢様。まだ、まだあなたが、負けはしませんよ。大丈夫です。まだまだ。負けたくないのだけれど、ちょっと叫びすぎて頭痛くなってきたお嬢様、まだ、始まって10分ぐらいですが、大丈夫ですか？大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫よ。まあ、ガチャガチャ。よいしょ。私もちょっとね、集中いたします。これを見てくださってる方がね、先を見たいと思うので、少しずつ、先に、あ、ここが難しいんです。我が同僚の月下薫はここで今日終わってしまったので、わっおじさん頑張って、おじさん、おじさんもっと頑張れる。あ、じゃあ失敗した、失敗した、あクソが失敗した、失敗した取り乱してしまいました。いや失敗した、失敗したね、これ今互角ですね、お嬢様。あ、そうみたい、そうみたいね。ええ、その失敗した、失敗した、そのシュタインズゲート以来よ、そんな激しい失敗した聞いたの。よいしょ。はい。いや最近私なんかそういうシュタインズゲートみたいなセリフばっか叫んでる気がしますわよいしょ。ああ待って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 もうもうちょっと、はい、はー、僕ミッキー、あーはは、はは、僕は、僕はミッキー、あは、飛ぶよ、ワッチ、はい、あちゃ、あちゃさま、お、お、聞き取りづらいよ。わ、よいしょ。まずいですよ。まずいですよ。すごい、なんかディズニーはまずいですよ。まずいですね。よいしょ。気をつけましょう。よ。さ、よ。あ、なんか。おかしい。さっきいけたはずなんです。さ、よいしょ。お、ま、あらあら、いやねこれ。あ、こうこう、こっちこっち。あ、ピーポ。はい、よし、いいですよ、お嬢様。よいしょ。今ね、ほぼ互角です。ほぼ互角、ね、ええ、ですので、お嬢様が勝つ未来は全然ありますよ、これ。あれ、あるわね、これあるわね、全然あるわね、全然あ、いいなんですか、これ、あの、ここふっ、おじさん、いやー、待って、おじさん、やめて、やめて、戻らないで、戻らないで、おじさん、やめて、そこ、ここ、あー、まずい、そこはダメ、そこはダメ、そこはダメなんです、お嬢様、あただいま、おかえりなさい、刑事に帰る、刑事に帰る、おじさんの鏡、あ、ちょっと待って、いや、うん、いや今メイドだった、いやな、そうそう、あなたメイドや、あなた忘れないで、自分の職業、私メイドですので、そうよ、お嬢さん、私も今心は乙女でございます。乙女、そうね、乙女ね、うん、私よりだいぶ乙女よ、うん、そんなことないですよ、お嬢様も十分乙女でございますよ。乙女はミッキーマウスなんかしないのよ私ドナルド、ディナルドダックもやりましたけど大丈夫ですか？まあ大丈夫、大丈夫、まだまだあなたは大丈夫、取り返せるわ、まだまだ、うん、取り返せる、あ、うん、そうですか、じゃあ行きますよ。おがエコーくださいっていうリクエストがあるわ、この状態で、この状態でやらせるのね、今ね、うん、ちょっと手がね離せないので少し待ちよ少し待つのね、少し待ちよ、うん、そうね、はい、あなたの得意芸はエコーだったわね、そういえば。あー、そうですね、私のエコーはよく眠れるとこう評判のそうね、あなた24時くらいにエコーかけてなんかやってるわよね、そういえば。なんかやってるって、その ふんわりした紹介やめてもらえますかちゃんといい感じで私紹介してください、今日初コラボなんですよ、お嬢様。あ、そうでしたわ、そういえば。あー、いい感じに、はい、いい感じに、そうね、よなよな、そうね、エコーをかけていい声で話しかけてくれるわね。そうですね、間違ってはない、寝れない人たちのために、そうね、寝れない人たちのためにね、え、ここ難しいんだけど、たまにはね、そう、楽器を吹いたりとかしてますけどね。そうね、私びっくりしたわ、同じ事務所にまさかリコーダー使いがいるんだなんて思わなかったの私もデビューの時に使おうと思ってたリコーダーを前日にお嬢様に使われると思ってませんでした。そう、そのエピソードちょっと面白かったわそうね、デビューでさ、リコーダーして、そう、おもろいことしようと思ったらその前日に私がリコーダーやっちゃってたもんだから新人潰しとはこういうものかと思いましたわね。そうそうそう、いや、そんなんリコーダーやるなんて思わんやんって思いながら、そう、後から聞いて、誰にも言ってませんでしたからね、そう、後から聞いてちょっとおもろいなって思いました。もう悲しい出来事ばっかですよ今、もうごめんなさいね、ごめんなさいね、でもリコーダーはコラボしましょうね、リコーダーコラボ、あ、いいですね、お嬢様あ、来たわね、うん、いいわよ、対抗、ね、対抗するわよ、集中、そう、集中するために今、うん、エコーをかけていますので、エコーをかけると集中できるのね、
わかりません。わかりませんが、なんか やったれる気になるんです。まあ確かにそうね、エコーかけると。そうなんですよ。ええ、ふっの。はい。あ、いやー。いい。いい、もういい、エコー切ったわ私も、うん。お嬢様、あのね、はい、今ね私思ったんです。何かしら。ゲームの画面を見られてると。はい。ゲームの画面一切進んでなくて見てる人たちがちょっと辛いと思うので、はい、あの面白いこと言わなきゃって今必死になってます。いいのよ全然、もうすでに面白いわよあなた。大丈夫よあなた、すでに面白いから。すでに面白いわよ。本当でしょうかお嬢さん。そうですよね。私今皆さん笑っていただいていますでしょうか。あそうね、うん、うん、もうお嬢さんも生返事なんですよね今、必死すぎて。いや必死なのよすごく。ここどうやったら超えられるのかしらって必死なのよ。そこはですね、勢いです。勢い頑張ってください、お嬢さん。勢いです。あ、はい。あ、届かない。この一回ここに届かない、届かない。この一旦ここでな、ここで、あおらおら、くそ。あ、一旦ここでこうなるともうダメだ。ちょっとエコー切りますね、集中できないわよ。どうぞどうぞどうぞ。集中できないわよこれ。ちょっと待って、行きますよお嬢様。お、行きましたわ。そうそう、行ける行ける、はい、私はやれる、お嬢様よりやれる、行ける行ける。何あんた、ちょっと、え、何ですか。私はメイドよりやれる、メイドよりやれるわよ。あー、ここもう、ここほんと、もう何ここもうほんと、いいいいってなっちゃうわ、いいって。世のお嬢様がいいってなるの、こういうことなのね。うん、そういうことですお嬢様。うん、よし。でも本当にそこ勢いね、本当にそこ勢いね、今見たわ。そうなんです。なるほど、本当に勢いね。でもね、あ、こうなんです、これです、これです。こう来ればもう OK。 我戻ってきて、来ましたぞ。よし、皆さんに先を見せることができるかもしれません。ふっ、うん、こうしてマウスの感度が練習してた時よりなんか高い気がする。これなんでだろう。まあいいや。ふっ、あ、違う。まあいいや、こっから行こう。来た、よし。もうなんか俺おじさんと同じ声出します。あ、いいやつ。わっ、うらっ。さあ行きますよ。ふっ、うらっ、うらっ。あっ、待て、ここで落ちたくない。あぶ、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 あぶ。はい、何かしら。配信でやるとちょっと違いますねこの感じ。やっぱそうよね、配信だと違うわよね。そう、あの皆さん、あのね、全然進んでないじゃないですかって言ってる皆さん、あのですね、配信上でこれをやるっていうのはすごいあのプレッシャーがあるもんなんで、我々のことを責めないでほしい。さあ行きますよ。あれ、お嬢様、何かしら、さっきまで近くにいたはずのお嬢様がちょっと落ちちゃったわ、落ちちゃったのよ。あー、いやだ。大丈夫ですお嬢様。バカ、大丈夫ですお嬢様。はい、まあまだいける、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 大丈夫大丈夫よ。まだ行きます。まだ行け、まだ追いついてみせる。大丈夫です。なんだら私少し待っておりますんで大丈夫です。その余裕は少しムカつくわね。まあお嬢様、まだだっておじさんと5分でしか触れ合ってないんですよね。そう、おじさんと5分しか触れ合ってないのよ私。私昨日一晩一緒におりましたので。濃密ね。おじさんとはもうすでにそう濃密な時間を過ごさせていただきました。おじさんと濃密な。そうですよお嬢様。はい。お嬢様なんかベロベロ。ちょっと笑って落ちちゃうじゃないですかお嬢様。作戦よそれが。まんまとハマったわねオーガ。くっそー。よいしょ。ほら、あ、ハンマーが伸びない。ちょっと伸びるハンマー。いや、止まった。ワッパ。くっそ。まだいける、まだいける。でもこの豪快さ、豪快さちょっと学んだわこれ。豪快じゃよ、豪快じゃ。あー、豪快じゃ。あ、豪快じゃ、いいっすね。時に繊細に、時に豪快じゃ。そう、時に豪快じゃ。よいしょ。でもこっから行けたはずなのに、なかなかこう緊張感がありますね。おなんや、おらお嬢さん、口が悪くてよ。そんなことなくてよ。わっ、おらお嬢様、口が悪いですよ。あとでお仕置きが必要ですね。よっしゃー、来たー。ふぅどうだ、カオル見てるか。落ちろ、お前を超えたぞ俺は。よし、落ちろ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 落
ジュソみたいになってたわ。がよくやったじゃない。さすが、さすがね、さすがね。さすが白亀家のメイドは違うわね。うわ。本当ならここで待っててもいいんですが、まあお嬢様ここ超えられない、ないでしょうからね。なんわかんない、ここ何これ。あ、やばい、まずまず落ちた。まあいいや、大丈夫。ここは落ちても大丈夫。さあ。おい。お嬢様大丈夫ですか。大丈夫よ。よいしょ。お嬢様クソ雑魚になってませんか。大丈夫ですか。なってないわよ。誰がクソ雑魚よあんた。あんた誰がクソ雑魚よ。よちょっと私ちょっと高くの方に行っちゃいましたね。高い方に行っちゃいましたんでね。え、なんでそこいるのあなた。ね、そこどこ。私知らない場所なんだけど、そこ私の知らない世界に行かないでちょうだい。私の知らない場所に世界に行かないでちょうだい。お嬢様にはたどり着けないこの高み。お嬢様にはたどり着けないこの高みでございますわ。さあ、行かせていただきますよ。 何よ、あんたメイドのくせに。あ、メイドがお嬢様より下っていうことはないんだよな。くそ、今こそ下克上の時。お嬢様、残念ながら私が白神家、これからお嬢様になるのあなた。あなたお嬢様になるのあなた。そう、白神お嬢様にならせていただきました。さ、ふっくっく、ここが危ないんだ。おりゃ、おり、落ち着け、落ち着け、オッケー。お嬢様、あれ、お嬢様どこだ。わ、全然見えねえぞ。いや、今いい感じに、いい感じに来てる。来た、あ、いい感じ来てる。来た、あ、いい感じですね、お嬢様。あ、そこにハンマーが引っかかったらいいですよ。いい感じですよ、お嬢様。よいしょ。何ですか、行きなさい。来た、やった、やったー、抜けた。いい感じです。あ、お嬢さん、ここで俺、私、秘宝なんですが、我ね、ここまでしか来たことないんですね。いいじゃない、そこから先は未知の世界よ。ここから先、震えなさい、未知の世界なんですね。震えなさい、あなたも。あ、これまずい、これまずい、これまずい。あっぷー、あぶー。スタートに戻るところ、あっぷー。よいしょ。ほら、なんか止まりはしない。俺はこの先に、この先を見るんだ。ハッピーバ、誰の誕生日。やば、ハッピーバーセーフミー。よいしょ。生まれた、お嬢様生まれました。あ、ちょっと待った、危ない、気をつけよう。まあ、落ち着けば、落ち着けば大丈夫です。お嬢様に負ける道理はない。さあ、ふっ、おら、きた。さあ、ここから先、さあ、ここから先がわかんねんだよな。よっ、おっし、あ、私今この配信で初めて来るとこに来ました、お嬢様。そう、私ここから先攻略法わかりません、お嬢様。私ももうここですにわかんないわ。もうここでわかんないわ、もう。あ、お嬢様、そこのね、端っこに、右端に石があるじゃないですか。石あるわね。わかりますか。ええ、そこに体を乗せるのです。頑張って。まずそうしましょう。よいしょ。ですね、石にそのハンマー先っぽを当てて、なるべくその右端にそのハンマーを置くんです。そしてゆっくりゆっくり自分の体を持ち上げて滑らないようにして、そして自分の体をゆっくりそこに下ろすっていう、その感覚で言ってみてください。さ、もうアドバイスしました。俺にできるアドバイスはできました、しました。さあ、どうしたものか。こっからどうしたらいいんだ、どうすればいいんだ、これ上かな。こうか、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 あっか、戻ってきた。こわー、これ、こわー、なんやこれ、ちょっと待って、ここ、こわー、なんやこれ、なんやそれ、わからん、もう、なんや、怖い。お嬢さん、頑張ってください。多分ここに引っ掛けるんだな。ふっ、あった、ちょっと、あっぷ、こわ。あ、お嬢さん、何よ、またその青い空見てないんだよ。私の視界灰色なのよ、わかる？その青を知らないの。ね、うん、私ね、ここで粘ってたからわかるんですけど、ええ、こっからそこに落ちることは一瞬なんですよ。そうなの？今まさにね、そうなりそうになってます。なんで、お嬢様、すぐにそちらに参ることもあるかもしれませんが、いや、もう参ってちょうだい。なるべくそうならないように。来てちょうだい。頑張ります。来てちょうだい。なるべくそうならないように、私、もうお嬢様の顔見たくありませんので、さ。ちょっと何よ、今のそれ。ちょっと、私はね、あなたに何かそんなひどいことしたかしら。お嬢様、壺をやろうと言った時点で、ひどいこと、相当言ってますよ。
何なんですかこの地獄配信は。そうお嬢さんはこれどうすればいいのかしらこれ。よしうまっ、私うまっ、リカバー。あ、これは結構配信映えする動きを私したのではないでしょうか、お嬢様。見てないわよ、もう見てないもん。いやでも後で自分のアーカイブ見てください。コメント欄音楽うまっ。あ、ちょっと待って、これまずい。あー、まずまずくっ、ワンミスがもう全てをこう台無しにするこの状況。しんしょ、これね、ジャンプするの。ですね、ランプがあるじゃないですか。はい、はい、そう、ランプに、うん、あのハンマーを引っ掛けなきゃいけないんですけど、普通の状態だと引っかからないんですよ。そうだからね、そのあのなんて言うんだろう、ハンマーをその右側の壁あるじゃないですか、石の、そこにあの引っかかるように、あの、右側の石の上に乗った後に左側の石の壁にハンマーを伝わせてゆっくり登っていくんです。何それ、もう人ならざること言わないで。あ、いや俺は今楽しいこと言ってるはず。お嬢様諦めてはなりません。お嬢様、まだ配信が始まって30分経っていません。まだまだチャンスはあります。私が配信でこんな情緒乱れることそうそうないのよ。なんでそのこそ我との初配信でなんでそのような状態に。落ち着いて大丈夫です。でも逆に見てる人からしたら普段見れてないお嬢様が見れて楽しんではないですか、これ。そうね、こんなに情緒が揺れることってもうガチャで推しが当たった時ぐらいよ。よいしょ。あ、なるほど、うん、じゃあガチャ。ところでお嬢様、さっきツイステのガチャ引いてましたよね。引きましたわ。私も引いたんですよ。あ、引かれたのね。何も当たりませんでした。悲しい報告じゃない、あなた。てっきりなんか当てたかと思ったわよ。何も当たりませんでした。よっしょ。最近あの我の同僚が始めたのでちょっとどんなものか。そうね、やってみたかったんですけど。そう、よいしょ、もうこの話やめときましょう。そうね、よいしょ、悲しいわね。お互い集中できないから。あー怖っ、あ、怖っ。よいしょ、ふっ、おらしょ、こうじゃないよ、よっこいしょ。お嬢様、あ、そう、待って、よし。今のお嬢様は別に呼びかけたわけじゃないので、よいしょ、気をつけてください、はい、おっこいしょ、おっこい、よいしょ、どっこい、こら、ほら、ああ。社長、ちょっとマウスの位置が悪いよ。私が今、持ってるマウスの位置が悪いよ、これ。うん、お嬢様、そうですね、マウスは結構重要ですよ。うん、うん。私、今ね、あの、ちょっと特殊な形のマウスを使って、マウスじゃないや、マウスパッドを使っておりまして。ええ。ちょっとね、その出っ張りがあるんですよ。あ、そうなの？出っ張りがあるせいで、そこが邪魔になってるんです。そう、あの、腕をね、うん、あの、あ、痛い、そう、痛みつけないために、その、手首の部分にね、うん、あら、おかえりオーガー、ね、おかえりオーガー。まあお嬢様がね、あまりにすまないからちょっとね、下に見に来てしまいました、お嬢様。あ、そうなの、運が優しいじゃない。そうなんですよ、お嬢様。もうでもお嬢様抜けましたからね。ねえ、おもーよいしょ、私あのこマウスパッドに、はい、あのちょっと胸部倉庫ついてて、あのそれが邪魔なんです今。ワンピースのナミさんなんですけど。それはちょっと茶番よ、あなた。その情報別いらなかったわ、あなたのその情報。いや、あのゲーセンの景品になっておりましてね。あ、そうなのね。使ってみたら思いのほかフィットしましてね。あ、そうなの。そう、今ねこの壺尻をやる上ではそれがあの胸部倉庫が大変邪魔でして、今あのちょっとマウスパッドどうにかしたい。マウスパッドどうにかしたいわ、多分ね。まあそうね、もう本当に困ったもんですよ。マウスあばらばらないでちょうだい、ちょっと。よいしょ、大丈夫です。マウスもお嬢様の味方のはずです。そうね、味方だと思ってるわよ。アピーちょーっと、まあお嬢様のアピーって鳴き声好きです。あの今度ボイスで販売しましょう。やめてちょうだい、やめてちょうだい、これあの出したくて出してるんじゃないの、これ自然に出てくる
けてるのよ。お嬢さんがアピーって言ってる時なんか、あ、なんか大変なことになってるなってわかるので、目覚ましボイスに入れましょう。いらないわよ、いらないわよ、アピーだって本出して出してわかるってコメント欄がもうみんな、ね、出さなくていいわよ、アピーなんてみんな。ちゃんとガチャ引いて爆死した時にアピーって、うん、あの言ったやつを録音してください。いやよ、そう、実践して。あ、でも お嬢さんも今日、ま、あの私に負けたらそれしましょうよ。いや辛いわ、負けたらボイス販売わけわかんないわあなた。うわ、今なんかその彼はあの私負けたら次のボイス販売、あのメイドボイス入れますんで。いや勘弁してさ、そっちね、あなたのメイドってことね。まあ、それは確かに需要があるけれど、そう、うん、そうね、ええ、よいしょ。あらあら、なんかバーのマスターさんもコメント欄にいらっしゃるみたいね。わっしょい、明日私にご飯をおごってくれるという噂の、あら、そうなの、夕刻先輩ですね。はい、あの明日は私あのバーロベルに向かう予定なんですわ。あ、そうなの。確かお嬢様も行ってらっしゃいましたよね。ええ、行ってたわね。なので、明日はよろしくお願いしますわ、マスター。さ、明日もメイドで行くの。私戻ってまいりました。明日もメイドで行くの。明日はどうでしょう。まあ、今日の勝負次第でしょうかね。今日の勝負次第で明日のバーロベルもメイドになっちゃうのね、あなた。あの私は大丈夫なんですけど、うん、あのバーのマスターが果たしてそれを受け入れてくれるかどうかって感じで。今バーのマスターしてないから普通に行ったらいいんじゃないかしら。よいしょ。ああ、バーのマスターしてないんだあの人。格好だけですね、じゃあ。それはちょっとあれだけれど。よいしょ。うん、なるほどな。にょ、うん、にょ、よいしょ、のっ、おっ、さあ、よいしょ。お嬢様、なんかさっきから全然画面進んでないんですけど、じゃあここそろそろ青空見たくないんですか。青空見たいわ、ね、今もう煙たいわ、ここ煙たいわ、この位置。あ、もう、いや、おお、いや、あ、こっちはお嬢様のあのおしっぽのように白い雲が広がってますよ。いやー、ほんと私も白いの見たいわ。よいしょ。おしょ、きょけ、きた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 、あ、だめだめだめ、行かないで行かないで行かないで、よーしよし、うっ、あっ、よしょ、ふっ。お嬢さん、なんか変わり映えしないからしりとりでもしますか。うるさいわね、あなた。これから頑張るのよ、これから。もうお嬢様、正直私幻滅しておりますわよ今。いやー、待って、こんなにつぼおじと心を通していたらここまで来れんのに。あと一晩しっぽりやったからでしょ。そうですね、私5分よ、5分。このおじさんとまだ5分しか分かり合えてないのよ。でももう30分経ちますよ、そろそろ。いや、もう30分でもおじさんが理解できない。30分でもおじさんが理解できないよ。30分でもおじさんが理解できないよっていう、なんか名言っぽくて名言っぽくないやつやめてください。30分でもおじさんが理解できないよ。わからないよ、おじさん。どうして私の言う通りに動いてくれないの、おじさん。そう、おじさん、どうして私、どうしてなの、おじさん。どうして私と分かり合えないの。おじさん。お嬢様がそんなに動揺してるの、結構珍しいですね、お嬢様。そうね、だから壺を今まで避けてきたのよ、私。おじさんと分かり合うことを避けてきたんですね。どれだけ後輩が壺をやっていようと、うん、どれだけ同期が壺に苦しんでいようと、私はただ見てるだけの人間だった。これどうするのか、これどうするの、これここ引っかからないのだけど、 あそこは引っかからないので、逆の壁です。逆の壁にゆっくり当てて、で自分の体をこう引っ張り上げるような感じです。ゆっくりと滑るんですけど、自分の体がちょっとでも上に上がれば、そこからすぐに右にマウスをやることで、その、うん、あのランプに引っかかるんです。ちょっと上がったと思ったら、そうそうそう、それ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 で、ランプの上に乗れたらいい。ランプの上に乗れたら安定です、うんね、そのまま1個目のランプの上に壺が乗ることがあるので。なるほど。そうなったらもうあとはゆっくり2個目を攻略すれば OK です。なるほど。ねえオガ、私ゲームやっててこんなに汗かいてるの久しぶりなんだけれど。それだけ壺おじさんのこのセッションが楽しいんですよ。頑張ってください、お嬢様。つれい、ね、我々これ初コラボですからね、お嬢様。あまりね、みっともない姿を見せるわけにはいきませんよ。もうみっともないわよ、もう。わー
様なんで戻ってるんですか。落ちちゃったの。そこは戻る要素あまりありませんよ、お嬢様。煽るわね、あなた本当。あなた煽るわね、本当に煽るわね。いやそんなことないです。ただ応援してるだけです。私は本心からお嬢様に先を見ていただきたい。後ろに広がる綺麗な空を見てもらいたい。そう思ってるんです今。ですので、本当。お嬢さん頑張って。私応援してますよ。私のことこんなに煽るの、でしょ、うん、ホロライブではフレアだけだと思ったけど、ホロスターズ、幽谷ラベルと荒神王がいるのちょっと辛いわ、私。はい、で今度3人でコラボしましょうか。いやもう最悪よ、ほんと。最悪よ、ほんと。大丈夫ですよ、お嬢様。そう、多少煽り合える方がなんか楽しいじゃないですか。まあ、そうだけれどね。そうだけれどね。あー大丈夫です、ちゃんと先輩としてリスペクトはしておりますので、そこは忘れておりません。なら落ちろ。ただ今なら落ちろ、これ勝負なのでね。あ、まあそうね、これ勝負なので。そうね、落ちろなんて言ってごめんなさいね。くそ、あ、いいのですよ、お嬢様。ひーび、その言葉自分に返ってまいりますからね。うわ、ほんとそれ。ほんとそれ。よいしょ。あ、ちょっと危ない危ない。お嬢様のことの言葉がこっちに。お嬢様、口が汚い。オラって言わないでください、お嬢様。オラは挨拶よ、オラはオラって。あ、オスですね。オス、オラ、ウントラみたいな。オス、そんなか、あ、ちょ、落ちたく、ここから落ちたくないの。ここから落ちたくないの。ここから落ちたくないの。私もなんか配信であんまり出さない高い声出るんですけど、これ。いいじゃない。あなたの高い声貴重だと思うわよ。ラップみたいになってた。なんだよーってなんだよ、クソ。あーふっがあらおかえりよーがあらあらおかえり。言霊ってのがあるんですね、これね。あれはね、やっぱりね、言ってみるもんね。はい、ジュッソ落ちる、やばい。うん、よし。あー、どうしよう、これこっちか。ちなみにお嬢さんもこれあのはっきりと決まってませんでしたが、ええ、時間はどれぐらいまでなんですか。え、時間は10時ジャストよ。おりゃジャスト、わかりました。うん、じゃああと20分ですね、お嬢様。そうね、あと20分もこのおじさんと戯れるのよ。でも俺あの私あのお嬢様の先に行ったところで止まってれば勝てる気がするんですけど。それはちょっとずるいんじゃなくて、それは少しずるいがしこくなくてよが。ですよね、うん、なので私まずは今お嬢様に追いつくことを考えましょう。よし、ふっ汗をかいてくるとマウスが思うように動いてくれませんのですわ。そうなのよね、そうなのよね、でしょ。ふっ、あ、違う、これもうどうしたらいいの、ここふっの、あ、ちゃう、そこら、これダメ、それダメパターンですわ、お嬢様。何私戻ってまいりました。あら、おかえりなさい。あのね、あ、ぶとちょ、やばいですわ、これ20分であそこに戻れるかしら、私。うん、にゃふっ、おや、負けたくないんだ、私負けたくないんですわ、お嬢様。いや負けなさい、もう潔く負けなさい、潔く勝ちを譲りなさい。いや、これだけは譲ることができません。メイドでしょ、メイドだからこそです。お嬢様にわざと負けてしまっては白神家が、ね、衰退してしまいますので。衰退する勢いなのね。嫌、うん、でしょ、お嬢様も、まあそうね、白神家は都合地で衰退しましたみたいな。嫌ね、嫌ね、嫌でしょ、それ嫌ね。だから私本気でやりますから、ね、うん、衰退したくないね、白神家衰退しました、なりたくない。うん、ごめんなさい、あのさ、さっき10時って言ったよね、私11時ね、ごめんなさい。あ、11時、あ、そうですね、もう10時終わってますもんね。そう、10時、朝の10時になってしまうの、何時間耐久ってことになっちゃうからね。それはね、ちょっとね、やばいわねっていう。さすがにあの、うん、坪内とそんな長い時間一緒にいたくありませんよ。そうですね、私もちょっと頭おかしくなりますわ、頭おかになってしまいますわ。おそらくあのお互いにげっそりしてしまってもう何も語れなくなると思うので。そうね、もうあのさ、もうメイドとかお嬢様とかそんな関係なくなってしまいますわ、うん、あ、ちょっと待って、戻らないでよ、もう途中でもう
の集中しないとこれは元に戻れないかもしれない。ここで詰まるような状態だと相当まずい。あっ、おわっ、くっ、おかしいな。さっきまではるか上にいたはずなのに、なんで私こんな地べたを這いずり回ってんのかしら。ふっ、届かない、くそ届かない、これはまだ届かない。よっしょ、よいしょ、うわっ、よし、おっ、待って、やだふっ、頑張ってお嬢様。よし、こ、よし、ふっ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 、あ、まずい、これはまずい、まずいパターンだ。よし、ここのハンマーの回し方が難しいんだよな。ちょっと待って、お互いに罵り合うこともやめて、こう、ただ静かにただハンマーと向き合うのみ。ふっ、届けよ。ああ、待て、ここはいけないの。緊張感が、変な緊張感出てきましたけど、私。うー、こうか、ここ、ありうーん、あー、あ、うん、また戻ってきた。お、お嬢さん上手いですよ。頑張っ、そうでなければ、あー、何やってる、うん、私は何やってるんだ。よいしょ、さっきあんなにスムーズにいったのに。にゃー、お、ほっ、ほっ、おりゃ、ほっ、あ、こスムーズに行くときに、そ、ここになっちゃった。書いて、壁をかき、そうです、おじさん、そうです、カリカリ。何ですか、カリカリ食べてるんですか、お嬢様。猫、やめろ、猫ちゃん、キセ、アミーン、キツネはアピートは泣かねえんだよな。いや、キツネ泣くんだよな。そう、キツネはアピーって泣かんなよ。ま、よいしょ、魔人だから知らないだけですぞ。ムックみたいな喋り方になってますぞ。大丈夫ですよ。知らないだけですぞ。ああ、どうしよう、しよう。お嬢様、私、お嬢様の元に今たどり着こうとしています。いや、来ないでしょ。えっ、今お嬢様と私互角ですわ。いや、残り15分でありますけれど。いや。関西弁のとおり、いや。どうしたんですか、お嬢様。どないしたんですか、お嬢様。ほんといてよいしょ。お嬢様、もうすぐ勝負がつきますね、これは。私、このまま乗ってしまえば。いや。私はここのクリアの仕方を分かっておりまして。あ、それずるい。そんなに苦戦しませんので。それずるいわ。行きますわよ、お嬢様。慌てない。いける。私ならいける。さあ。あ、惜しい。ここは一歩でもお嬢様より先に行って勝負をものにするのですわ。さあ、おわ、いけ、あ、違う、まだ早い、ちょっと、まだ早い、ちょ、おっぱい邪魔、くそ、倫理観失った大岡さんになってしまう。今心底あの麦わらの一味のあのあいつのおっぱいが俺の腕を邪魔する。それ使ってるからでしょ。だってこれしか今マウスないんだもん。もう、しのぶさん、しのぶさん、マウスパッド送ってって。俺のマウスパッド釣ってください、お願いします。よいしょ、よいしょ、忍びに頼んだくれるのかな、マウスパッドとかって。よし、でも全所しますって来ました、全所しますって。あ、本当に、うんうん、さすがマネージャーだぜ。よし、あ、うわー、やばい、これやばい、よし、お嬢様、これやばい、これ私もうあなたの一歩先に行きましたよ。なんでそこ行けるの、本当にわけわからないんですけれど。コツをつかめばここは簡単です、お嬢様。コツもうなんもな、
なんか幼児対抗してませんかお嬢様。大丈夫。わー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 、やばいやばい、よいしょ。大丈夫ですよお嬢様。ほら、ゆっくりゆっくり。頑張れ、頑張れ。はいはい、行かねえんだよ、ちくしょう。みんなはいはい応援しなくても。よいしょ。もうこの先に進んでしまったら、この精神的な優位のこの解放感素晴らしいですね、お嬢様。それもやだ、本当にやだ、本当にやだ。いやー、待って待って待って、もうなんかこの後が分かってるからこそ嫌なんですけど。ね、お嬢様、分かっていますね、この後のことは。そう、この後のことが嫌だから私絶対負けたくないのだよ。お嬢さん、もしかしたらこのまま私が勝てば、皆さん、お嬢様が初めて見せる姿を皆さんにお見せできるかもしれません。でも本当勘弁していただきたい。なんで皆さん、応援するならば荒神ヨガを一択でお願いします。いや、待て待て待てください、待てください。スコンブの皆さん、あれあれあれ、スコンブと私の絆はどこに行ったの。でもそのスコンブのね、スコンブの人たちに新たな一面を見せるチャンスじゃないですか、お嬢様。もうね、いや、オーガコールが気持ちいいな。いやー、なんだと、巨大マックスなんだっけ、あれになった気持ち。ラー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 ってバカや。それ敗北のテーマだからそれ。敗北のテーマ。よいしょ。よいしょっと。ふっ。本当ここどうやるの。まあ本当は俺ここで待ってれば勝てるんですけど、そんなひどいことはしませんわ。まあまあ、お嬢さん、その応援に応えるのも白神家のお嬢様として重要なことなので、ね、せめてそこはクリアしてください。ここは本当にクリアしてるんだけど、本当にどう言っていいのかわからないの。ああ危ない、ピンボールみたいになってる。わからないよ、ここわからないの、みんな大丈夫です、お嬢様。お嬢様のその大きなお耳と大きな尻尾、その野生の勘でどうにかすれば。野生の勘、めっちゃ適当なこと言いました、すみません。おのれおのれ。来た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 、これこれこれ、ここからここから落ちたくない、ここから落ちたくない、からここから上に。あ、いいっすよ、お嬢様、お嬢様、もうそこに乗れたら、そのランプの上に乗れたらもうクリア。そのランプの近くではあまりマウスを激しく動かさないことです、お嬢様。はい、分かった。それがクリアのコツですよ。はいはい、私も今必死なので。お嬢様、あと10分ですよ。やば、よいしょ、頑張って。これどうやっていくのか。よし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 、いたいたいた、ふっと。あ、いいっすよいいっすよ。そこに引っ掛けられるようになってるって相当成長ですからね、その。いきます。乗れないよ、乗れないよ、怖い。乗れる、お嬢様なら乗れる。あ、じゃあお嬢様、私先に行きますので。待っていいんですか。いや、待たないでいい。私ここで待ったら絶対に落ちないですよ、そこに。いや、じゃあ落ちてじゃあ落ちてじゃあ落ちてもひどい。よいしょ。ここに乗ることはできそうはいかんのだよな。ああ、ちょっと待って、やっぱどこ行くね。お嬢様、お嬢様、これ何って、おじいさん、ね、これね、こっからが、あ、おっぱい邪魔やねんって。ちょっと待ってください、待ってください。あ、危ない危ない。俺ここまで勝つって、ここまでおっぱいに対して恨みを持ったことないっすよ。あっ、怖え、怖えぜ。だってこんなに競走行が敵になることなんてないもん、普段。そうね、やばいやばい、そうね、そう、うん、気をつけよう、うん、ふっ、うわっ、ここ一歩間違えたらもう本当に下手したら俺負けるので、ちょっとここが一番緊張。よいしょ、汗やばいんですけど。来て、お嬢様、うんと、うん、私もちょっと、手が震える。ふっ、まずい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 、せめてここから落ちたくない。
ちょっと待って。これは勝負分かりません。一瞬の油断が、一瞬の油断が俺を地獄へ。地獄へようこそ。よしよしよし。リカバーリカバー。ああ。待って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 落ち着け落ち着け。よし。ふっ。あ、まずい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 ですよ。ああ、何にも喋れないこれ。本当集中したら。おにょ。お。ここからにょにょ。にょん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 って何にょんにょんって何にょんって笑っちゃってもた。皆さんお分かりでしょうか。あの二人ともテンションがおかしくなってるんです。にょんって何にょんって分かんない。にょんに笑っちゃった。よいしょ。お互いにね、もう変なことに笑うようなこの変な精神状況になってるんです。あ、しょ。ここで、おい、あ、だめだ。やばいやばいやばい。やばいってやばいってやばいってこれやばい。まずい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 。メリオがメリオがやっぱメイドはやっぱな、主人のことを気遣ってくれるんだな。ラストチャンス。メイドはやっぱり気遣ってくれるんだな。ここから本当に一歩も動けない。あのやっぱりね、あの私もあのライバーの端くれですから、え、あの見せ場を作んないとってね思っちゃって。そういうでもこっから逆転してこその見せ場なので、お嬢様覚悟してください。ああ覚悟の今何もできてないです。覚悟の準備はできていますか。できてないです。いきますよ。よいしょ。できてません。あっ、できてないわよ。そんな、おしゃ、集中集中集中。で、ちょ、あ、おい、ちょ、まあ、ちょこ、みんなにお嬢様のひどい姿を見せるために。最低なんだ、メイドとして。メイドとして最低よ。あー、待って、こっち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 、そうこっちこっち。メイドである前に私はライバーなので、お嬢様よりも見てる皆さんのことを考えております。最低ね、本当にもう。今私のことを、私の言葉が心に響いた人はチャンネル登録お願いします。まあそうね、チャンネル登録はしていただきたいわね。宣伝大事。チャンネル登録していただきたいわね。多分私のことを初めて見た人もいると思うので、初めて見てこれでいいのかな、ちょっと知らないわよ。知らないわよ。知らないわよ。初めてがこれでいいのだろうか。知らないわよ、あんたの。ふっ、あんたのとか言わないでくださいよ、お嬢様。あんたの、知らないわよ。さんざん私を煽ってきたくせに。よいしょ。お嬢様もうね、あの、うん、後ろにおりますよ、すぐに。来ないで。あ、待って、笑っちゃった。残り。4分ですが、お嬢様今私飼っております。え、そう、なんでそんなとこいるの。待って、さっきまで下にいたじゃない。お嬢様、ちょっと本当にここ無理なんですけど。お嬢様どうしたんですか。お嬢様本当に無理なんですけど、ここでも俺ここで油断してしまうと下に落ちてしまうので気をつけましょう。あ、ダメだ。あ、もでもこんなに接戦になるとは思いませんでしたね、お嬢様。いや、もうあんたの方が優勢よ。ふう、もうね、勝ちました。これはもうやだの。さよならお嬢様。やだよ、待ってくれ。これがね、これがライバーとしての見せ場のね、作り方ですわ、お嬢様。やだわ、助けて。残り5分の時点でね、あの負けそうになって逆転するっていう、この助けてみんな、やだ。ねえ、待って、戻ってきちゃった。やだよ、どんな気分今。どんな気分ね、お嬢様、どんな気分。角へし折るぞ。おお、やれるものやってみな、ちびっこのくせによ。手届くのかな、俺の角に。160cm 舐めんなよ。190に届く。楽しい。190に届くわけ。しゃがめ。お嬢様が、もし俺がしゃがんでお嬢様が俺の角に手をかけたときに、俺はお嬢様のアホ毛に手をかけますから。もう立った瞬間引っこ抜けるじゃん。立った、それさ、それ大御さん立った瞬間に私の触覚ブチっていく。引っこ抜く王はお嬢様が宙に浮かぶかどっちかですね。なくなってない。みんなアホ毛なくなる。アホ毛ないなく。こ、あ、待って、アホ毛ないだるまに。待って。
嬢様、あと2分、あと2分ですわ、お嬢様。大丈夫ですか、お嬢様。どこにいらっしゃるんですか。見えませんよ。やーだ、ね、やだ、やだ、やだ、おしょ。おらよ、うん、頑張って。ファイト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 。ほい。お嬢様、ファイト。ファイト。よし。よっしょっと。よいしょ。あ、あ、あ、ちょっ。あおげないなる。やだ。あおげないなる。やだ。あのお嬢様、アホげないなるのは俺の角を折ろうとした時なんで大丈夫ですよ。あ、今すぐ。あくまでお嬢様がこの後受けるあれはそういうものじゃないですか。アホげないなるじゃないんですか。あれおかしいな、アホげないなるのかな。食毛代嬉しくねえよー。嬉しくないよ、みんな食毛代やだよ、いらないよ。お嬢様のリスナーさんは優しい方が多いですね。まあね、自慢のリスナーですよ。だが食毛はいらぬ。ノン。ノン食毛。お嬢様、59分でございます。やだやだやだ、もうやだ、落ちろ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 。お嬢様59分でございますよ。いや。ねえ。やだ。さあ、もうね、私でもこっから動きたくないのですわ、お嬢様。動いて、動い、今すぐ動いて、今すぐ動いて、今すぐカッカッカッカって。いや待って、せめてここだけでも行ってみたいんだけれども、ね、ここだけでもクリアしたいのよ。もう、わあ、わあ。じゃあもう、ちょっと。やあ、ラベビマ。赤ちゃんになってますよ。赤ちゃんなる、赤ちゃんなる。赤ちゃんなる。私も。怖い、これ本当に。ちょっと待って、進めたくないとかじゃなくて、本当に緊張してここから進めないんですけど。あ、23時になった。勝者、荒神オーガーてってれー、あーガガガガガガガヒーあーウケたー。いやー、お嬢様どちらにおらっしゃるんですかね。全く見えませんね。あの下の方ですね。ではお嬢様、分かっていらっしゃいますね。じゃあちょっと我々のこの準備されますか。そうね、じゃあちょっと画面準備しましょうか。じゃあちょっと最初の位置ではなく、ではまた私、あ、最初の位置ではなく、ちょっとアップでいこうかしらね。よいしょ。わかりました。はい、もういやね、本当に。よいしょ。みや、ゲームも落としてもらって、ちょっとお待ちくださいね。ゲーム落とすのちょっと今手間取ってますのでね。もう最悪よ、はい、本当に本当に最悪。こんなに虐待されるのつらい。むきゃつらい。待って、お嬢様。はい、ではこれをペタリとこんな感じで。いやー、ほんと最悪よ。もうちょっと右に来れるかしら。もうちょっと右に分かりました。こうですか。そうねこんな感じですか、うん、はい。あなたに合わせて、お嬢様、はい、お嬢様の肩にこれがね、ペタリと、はい、いやもう最悪よ。おかしいわね、おかしいわね。私、白神家のね、ルールとして、勝負に負けたお嬢様は罰を受けなければなりません。あ、準備はできておりますか。そうね、じゃあちょっとエコーで何の罰を受けるかいい声で言ってもらえるかしら。はい、エンディングの締めを低周波マッサージ機レベル10でやり遂げる。それがお嬢様の今日の罰でございます。最悪ね。さ、最悪ね。じゃあまずちょっとスイッチ入れていきますか、お嬢様。私これさっき開けたばっかりなのだけれど。ええ。ではスイッチ入れる音をマイクに入れられますか。カチってやつ。カチってやつね。分かった。ちょっと待って。まず1ね。1。1ね。はい、待って、ちょっと。とりあえず1で。ちょっとお茶だけ飲ませてちょうだい。いいですよ、お嬢様。落ち着いて。私もお茶を飲みますわ。ジャスミン。さ、はあ、これが勝利のビチャというやつですか。おかしいわね、私。美味しいですね。いつもこんなに私虐待されることなんてないのだけれど、かれこれ私これ活動2年やってるのよ。では新しい一面が見れるんですね。最悪ね、本当に。喜ばしいことは、ね、これほど喜ばしいことは他にないでしょう。皆さん、最悪ね。フレアでもこんなことしないよ。でもお嬢様、一つ言わせてくださいね。はい、はい。この停車マッサージ機、自分で買ったんでしょう。やるって言ったんじゃん、だって。俺はアイディアを出しただけですよ、お嬢様。やるって言ったんや。お嬢様、これ楽しいですよって言ったら、お嬢様、即アマゾンで注文されましたね。やめてよ、この、なんでそういうこと言う。企画会議した時に。なんでそういうこと言うのね。この企画会議した時に。ねえ、もう
どういうものを使ってるんですかって言われたし、リンクを貼った瞬間に買いましたよね、あなた。やめてよ、もう。そこに戸惑いはありませんでしたね。戸惑ってる、はい、今戸惑ってるわ。まさかこんなことになるなんて。まさかこんなことになるなんて思わないよ。つらい。どうですか、準備できましたか、お嬢様。いいですよ、肩ね、肩、うん。まあでも1なんてね、ほんとただ揉んでるだけですよ、肩を。分かった、じゃあちょっと1いくね、1やるよ。ちょっとカチッって音でいく、カチッってくるわけよ。はい、じゃあ黙りますね。はいはい、カチッ。あ、あ、待って待って、あ、カチッ。あ、あ、来た来た、1来た、1来た。あ、なんかペッペッペッ、なんか肩トントンされてる、すごい。普通にね、気持ちいいぐらいのあれですよね。うん、はい、あー、うーん、なんかすごい違和感ですね。で、はい、この上が 2? まあそうですね、2ですね。最大10まであります、皆さん。はい、じゃあ今日の感想をじゃあ言いながら。あ、今日の感想、はい、はい。じゃあ2にして、2に。あー、だんだん。じゃあ今日はですね、まさか初コラボがこんなね、お嬢様とメイドになるなんてね、思ってなかったんですけれど、4、わー !4! あの私もね、あの今じゃあ私感想言いますんで、その間ログインしといてください。あのね、私もまさかこんな大先輩とね、こんな風に楽しく遊べると思いませんでしたので。まさか先輩のこんな姿が見れるなんて思いませんでしたので、本当に楽しかったですね。お嬢様、じゃあね、私もね、ちょっとかわいそうなので、私も10にしますね。つけてますからね。の、が、あ、では、皆さん、本当にありがとうございました。お疲れ様でした。